本書は1970年前後生まれの棋士をハブ世代として捉えた上で、ハブヨシハルやハブ世代をどのように見立てているのかについて各世代の棋士16人へインタビューし、証言としてまとめた記録である。第1章はハブ世代はなぜ強かったのか、突き上げを受けた棋士の視点として谷川浩司による黄金世代と対峙してきた高速流の本音を取り上げている。谷川は1962年生まれである。1970年の羽生よりも8歳年上で、羽生世代による将棋界に革命を起こした点について次のように述べている。序盤の体系化です。羽生世代の棋士は序盤を重視していました。相手より一手先に指せる先手番ならどれだけリードを奪えるか、また逆に後手番なら序盤の駒組みをどう互角で進められるか、そこに重きを置いて研究していたと思います。つまり羽生世代はそれまで重視されていなかった序盤に注目し、データ分析による手順の整備を通じて中終盤こそがプロ棋士の本領を発揮する領域だという常識を覆したと指摘している。領域は見直しが図られ、序盤中盤終盤全てに拡大したのである。そうした序盤研究を通じて、より一層中終盤におけるプロ棋士の実力は際立つものとなった。未開拓の領域を掘り起こそうとする取り組みやアプローチは、それまでのプロ棋士が前提していた将棋観を刷新するものであると同時に、学術的と呼べるものであった。そしてその将棋に対する真摯な姿勢が羽生世代の特徴であるとも指摘している。そして谷川は羽生について次のように述べている。羽生さんは誰よりも好奇心が旺盛で、それが羽生将棋を支えています。節目や急所では勝負に徹してこられますが、実は勝敗やタイトルの数にはそれほどこだわっていない。勝負の心理を追求して拮抗した中終盤の戦いが長く続くことを楽しんでいるような感じがあります。相手が悪手を指すと羽生さんが嫌な顔というか、がっかりするという話がありますよね。ここからが面白いところだったのにと、こちらは任された上にさらに恥ずかしくなるということがありますね。谷川は終盤戦の戦い方に革命を起こした棋士であり、羽生と公式戦で168局対局し、名勝負を繰り広げてきた天才同士である。そして羽生世代の棋士たちを誕生させ、形作ることとなった要因の一つとして、藤井システムで知られる藤井猛は谷川の存在を挙げている。羽生さんたちが奨励会に入った翌年の1983年に、谷川先生は21歳で最年少名人になっているんです。若くて育ちが良くてスマートな谷川先生がメディアにバーンと露出するようになって、しかも名人位を獲得した。そのことで将棋の棋士の印象がかなり良くなったと思う。だから子供が将棋のプロを目指したいって言い出した時に、親がいいよと許可しやすくなったんじゃないかな。きちんとした家庭だったら大学に行きなさいと言われるのが普通だったけど、我々の世代ぐらいから将棋の道に進むことを認めてくれるようになったんでしょうね。このように谷川は羽生世代を見立てるとともに評定し、さらに自身が果たした役割について羽生世代の棋士から評価を受けている。